はい、今回なんですけど、とある YouTuber たちとのコラボで、海外に行きました。目的地はタイです。タイなんですけど、ちょっと僕ね、前 YouTube でも言ったかもしれないんですけど、全世界行きたいんですよ。世界って197カ国あるんですけど、その全ての国に行くのが今野望なんです。で、まあせっかく海外に来るんで、その周辺の国を旅しようということで、今回今、ラオスに来ました。ラオスです。ラオスってどこやねんって話なんですけど、まあバンコクのタイの隣ですね。タイの隣の国なんですけど、ラオスというところにいます。何が待ち構えてるか分かんないんですけど、旅を取っていきたいと思います。やっぱね、前も YouTube で言ったんですけど、やりたいことやりたいですね。やりたいことやりたいんですけど、この旅は僕やりたいことなんで、旅再生数回んないとか言われてますけど、僕の旅は結構ね好評なんで、皆さん見てください。はい、一緒に旅しましょう。ということで出発。すごいね。すげえ。すごいか分からんけど。え、でもめっちゃ自然が。To inform you that we have the spa on this way and the fitness. The breakfast time 6:30 to 10:30. Okay. ちょっとなんかリスニング力上がってるか。いや、上がってる感じしましたよ、なんか。よく分かんないけど上がってるわ。ラオスのホテルです。いいよ、このホテル。一番いいホテルだからね。さすが。ホテルチェックインしました。今回のラオスのホテルはこちらです。ラバニーなんたら、わかんねえ名前。ラオス自体がなんかね、貧困らしくて、人々の年収が、ね、日本円で20万とかならしいんですよ。でこのホテル一泊、3、4万するんで、まあ、そういう意味ではラオスの中ではすっごい高い貴重なホテルなんだと思います。はい、一応僕毎回ホテル行くときは一番その地域でいいところに行ってます。さすがにね、海外はね、すげえ広いし、ね、バカ高いんで、4部屋、5部屋ある部屋とかもあるんですけど、一番いい部屋全部借りてるとキリがないんで、まあ、そこそこいい部屋、まあ、自分にとってぴったりな部屋を借りるようにしてます。まあ、日本のね、一人で全部一番いい部屋にしてるんですけど、まあ、やるとキリないんで、海外は。一泊何百万とかでさ、一人で意味ねえじゃんみたいなこと結構あるんで、はい、まあ、そういう感じです。まあ、基本的にその地域の一番いいホテル泊まってるんで、まあ、なんか別でホテル紹介も撮ってるんで、それも見てください。まあ、ということで今日、ラオスに来ましたけども、何があるか、まあ、何をしに来たのかもよくわかんないんですけどね。はい。まあ、僕のミッションは197カ国旅するってことなんで、そのうちの1カ国にちゃんと足跡をつけられたんじゃないかなと思いますが、ちょっとこれからラオスの街を楽しみたいと思います。ちなみに首都はね、違うところなんですよ。ここは世界遺産の街で、首都よりもこのルアンパパンの方が面白いらしいんで、ここに行きました。はい。ということでちょっと旅立っていきたいと思います。まあ、着替えて行ってもいいんですけどね、そんな時間はないんでね、ちょっともう、飛行機乗ってヨレヨレでね、髪もぐちゃぐちゃで、T シャツもね、ちょっと汗かいちゃってるんですけど、このまま行きます。僕、大体旅するときそうやって行くんですよね。はい、もう旅してるのに格好つけてもしゃあないんで、格好つけるのは日本だけでいいじゃんと思ってます。行ってきます。で、電波繋がってるこれ。え、繋がってますよ。ちょっと今、これから丘に行きたいってとこなんですけど。電波ないもん。電波がなくて場所がわかんないらしい。すごい市場みたいな、ね、今日はいつもの一人旅とは違って、はい、畑犬がいるから。そうですね、はい、ちょっとたまに僕出てきます。確かにバンコク行ったりするからね。そうですね、いつも本当一人旅行ってんだけど、はい、こういう構成の動画もいいかも。自分でも撮りながら撮る。それちょっとそれをちょっと織り交ぜていきましょう。変則スタイルでいきます、はい、今回は。暑くない？めちゃくちゃ暑いです。やばいよこれ。ここ市場みたいな感じですね。なんかなんもないよこれ。ここに2泊するのは大丈夫かな。プラ間違えた。見せた。でも年収20万ってすごくないですか。ね、年収20万すごいよ。だから世界って本当国によって全然違うから年収は、うんうん、で、あと赤十字マッサージが有名らしいから、それも行きたいんだよ。なんすかそれ。なんかすごい国のなんかよくわかんないけどマッサージがあって、赤十字のあれがやってるらしい。すごっ。めっちゃ効きそうっすね、それ。あ、ないでしょ。なんでなんすか。あんま日本とかあんない。いや、今から丘に向かおうとしてるんですね。そう、夕日が綺麗だって言うから。ええー。どうやって行くんですか。やっぱアジアって違うね。こないだのちょっとヨーロッパと全然違いますね。違う、違う。雰囲気がもう。南米とも全然違う。ちゃんと、これ見て。これ、これ。ここにお金入れてる。取られない。まあちょっと危ないですからね。取
取られないようにしないと。やっぱなんか海外来てカッコつける日本人いるじゃん、ブランド品とか。はい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 。ダサいよね。リスク高いからそれ。確かに確かに。もう貧乏臭く行くのが一番いいんだよ、海外は。服がヴィトンですけど。え？服がヴィトンですけどね。そうなんですよ。ユニクロで行こうと思ったけどなんかなかったんで。あでもなんか。すげえ。建造物が。すごいわ。ラオスっぽいですね、なんか。美味しい。プッシュ。あっちやべえ。何？何？お金かかるらしい。How much？ 20,000 keep。これあれっすね、180円です。安っ。金はめっちゃあるから。そんなこと言ってたら取られちゃう。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、着きました。わあ、恵みだ。ありがとうございます。ぬる。ぬる。やりました、やべえ。よし行こう。 I think、 ね、こういう姿見せるのいいね。確かにこういうの好きなんだよね。別に高級人なことやってるってよく勘違いされるけど、はいはい、ほんとチープなこと好きなんだよ。確かにそれ多分伝わってないっすね、あんまり。ほんとはこんな素晴らしい格好でいろんなとこ徘徊してんだから、いつも映ってないだけですからね。映していこう。そう、せっかくチャンネルの方向性も変えたばっかりなんで、そう出していきましょう。髪もボサボサだし、太ったし、こっから頑張ろう。確かにコメント欄に来てましたね。なんて太ったぜ。嘘でしょ。マジで。どこで？2個ぐらい来てました。マジで。本当に？はい。10月にフォトエッセイ出すから痩せなきゃ。6キロ。6キロ、マジっすか。ペル行った時超痩せたんだけど、はい、そっから食いまくった。リバウンドで。そう、あれあと少しっぽくないっすか。なんでわかんない、なんかあれがあるか。お、すごい。ありがとうございます。おー、綺麗だね。すごい。なかなかすごいね。ここに祈りを捧げます。そうですね。どこがいいんだろう。ここかな。じゃあちょっともう一回ここで。汗だ、汗も汗の海みたいになってる。いや、やばいっすねこれマジで。どうでしたか。いや、まあまあこんなもんでしょ。観光とはこんなもんだよ。まあまあって地道な積み重ねですから。来たことに意味があるんだよ。出ました。1週間後覚えてるかって言ったら絶対覚えてないよ。出ました、来たことに意味がある。ちょっと開けたっすね。ああ、ここから15分歩きます。マジっすか。チクチク乗りて。あ、乗りたいですね、これ。これは乗れないです。乗れんの？タクシーって書いてあります。本当？はい。OK？ Red Cross massage? Red Cross? Yes. You know? Yeah. How much? 54.
60,000 Yeah. 高くね? 50. 50? Yeah. No, I don't know. Have no. Only. Okay. Okay. Thank you. いや、でも高いけどね。日本中ぼったくられるから。これすごいですね、今ので。勝ったっすね。いや、勝ったって。外国は必ずぼったくってくるから、交渉ありきでやんないと。なるほど、はあ。値段とかじゃなくてってことっすね。そう。今みたいに粘るのが大事なんですね。粘るの大事。僕だったら普通にポイ出しちゃってましたよ。ナースやばいっすね。何にもない。Thank you. Thank you. Okay. レッドクロスマッサージ、赤十字マッサージですね。これ赤十字がやってるんですか？赤十字がやってるのかわかんないけど、すげえ有名らしい。ほら。国っぽいじゃん。よくわかんないけど。確かに。すごそう。行きますか。すげえ。現地の。確かに。これ新鮮じゃないですか。OK。すごい。すごくね。どうする？アロマッサージ？アロマ？セット？ノ？ノ、スプレー。スプレー？いや、スプレー。アロマ、アロマ、アクセサーナ、オッケー？サーナ、オッケー。お疲れ様です。お疲れ様です。どうでした？まあ、普通のサーナでしょ、あれは。普通かな？なんか。まあ、忖度しないで言うと、はい、あんま微妙だった。香りがすごかったんですけどね。マッサージはうまかった。マッサージすごかったですね。疲れ取れました。もう暗くなっちゃいましたね。まあね、はい、疲れ取れたか。取れません。いや別に。今日この後はどうするんですか。え、この後は寝るよ。おやすみ。ご飯適当に食べる。そうですね。はい、ここからは、ディナー行きたいと思います。初日のディナーですね。まあ、ちょっと畑もね、スタッフの畑も連れてきてるんですけど、まあ、僕たちはね、単独行動が好きっていうか、まあ、僕が単独行動が好きなんで、ディナーは一人で行きます。はい、まあ、スタッフ気遣わしちゃうから悪いかなと思って、やっぱ一緒にいるとさすがにちょっと気遣うっぽいし、まあ、せっかく海外来たんで、ね、自分の時間を大事にさせてあげたいなと思うのと、まあ、純粋に、まあ、リアルに一人が好きなんで、はい、いいかなと思います。でレストラン行きたいんだけど、どこかな。なんかよくいるじゃん、上司でさ、ずっとさ、その社員を拘束する人。そういう風になりたくないんだよね、昔から。まあなんでかっていうと、一人が好きなんだけどね。はい、一人が好きなんです。太ったんです。太った、痩せなきゃ。まあでもちょっと行きますか。でもラオさんはね、なんもないっすね。うん、まあ、これ僕全世界の旅本当にしたいって夢があるから、まあ、来てるけど、そうじゃなかったらもしかしたら来てないかもしれない。これかな。ハロー、レストラン。はい、なんとレストラン閉まってました。マジかよ、閉まってましたね。レストラン閉まってんじゃねえよマジで。なんなんだよ。まあじゃあ人生はうまくいかないね。まるで俺の人生みたいだ。まあ、ちょっとじゃあねえ、ホテルの人に何か空いてるとこないか聞いてみますよ。Hello? Restaurant is closed. No food, no food? Oh, I'm not sure. Yes. Okay, okay, thank you. Okay. はい、なんかよくわかんねえ英語が。マジで英語がよくわからんけど、とりあえず行きますか。行くしかねえよ。金あるかな？持ってきた。お、金忘れた。Oh my god。お金忘れたじゃん。取りに行きます。はい、まさかのレストラン閉まってます。マジでどうしよっかな俺。とりあえず目の前には屋台があるんですよ。
屋台でご飯の食べたことないんだけど大丈夫かな。あ、もしもし、もしもし、そうそう、あのご飯をさ今食べようとしたんだけどさ、ホテルのご飯が閉まってて今屋台に来たんだよ。でも俺一人じゃ無理だからちょっと来てくんねん、すぐちょっと頼むわ。ごめんごめん、本当にちょっとまずい、これはピンチ、早くダッシュで、ダッシュ、はいはい、まあ、ということで呼びました。さっき偉そうにさ振り回すやつはダメだみたいなこと言ってたけど、誰のことだっけな、ねえ、なんか言ってたよね、あれはちょっと忘れましょう。はい、まあこういう時もあります。はい、とりあえず今から畑犬が来ます。フェニフェニ、おお。マジかよ。あ、とりあえず今畑犬が来てくれました。一人で休んでてって言ったのにかわいそうに。いやいや全然全然。何食べるの、なやばくない、もう続々閉まってんだけど、これやばいっすね。どうしよう、ピンチ、シーフードっぽい。これはやばいでしょ、これちょっとなんかもう生えたかってるからね、ちょっとやばそうですね。ファイヤーポットどこにあるの、これだよ、これ、これ食べたいっすよね。あの上行ってみよう、上行きましょうか。OK? OK、 なんか良さそうじゃない、ここの結果往来よかった、頼もう。OK、メニュー、あ、ah, Thank you、 何これ、ホットポッツ、 Where is this ホットポッツ、 Did you choose meat? Yeah, yeah. This, yeah, yeah. What is? This green. Green? Yes. Green? Beer or? Beer. Water. Beer, two beer. Two beer. 畑にちょっと下で何か買ってくる。 OK、 Yeah, OK? Pretty, thank you。さてった。たこ焼き買ってきたから。おお、ありがとうございます。おー、すげえ。え、たい焼きも。え、ありがとうございます。ありがとうございます。いいっすか。ありがとうございます。食べる。いただきます。うん。どうすか味は。ノー、忖度がない。ちょっと行けますよ、もういいよ。マジっすか、いただきます。でしょ。まあまあ、たい焼きこんなになって大丈夫かな。食ってみろ、大丈夫かなこれ。まあ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 、何味ですか。クリーム。あ、いいっすね、クリーム入ってるからうまい。まあまあ、うん、ギリまだお肉焼きましたね、うん、肉の色大丈夫。でもなんかその これ画面上はめっちゃ綺麗に見えますけど、画面外すとちょっとあれ大丈夫かとはなりますね。まあこんな屋台で飯食いなんてないからな。いや、なかなかないっすよ。いつも海外行ったらその場所の高級料理に行くから。間違いないっすね。来ました、じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。ビアはやっぱ共通ですね。うめえな、ビアうまい。一軒目どこ行ったんすか。え、一軒目どこ行ったんすか。何が、なんかまずかったって言ったとこ。え、まずかったって言うやつなんですよ。何が、ご飯まずかったから屋台来た。違うよ、あ、いや違う違う、ホテルのご飯行こうと思ったら終わってた。ああ、ホテルで英語の勉強してたの。
あ、マジっすか。そうで、終わっていこうと思ったら、はい、毎日英語の勉強してるからストイックっすね。たこ焼きまずっ硬いっすね、うん、世界一まずいわまあリアルですから、しょうがないっす、うん、いました。すごい、おお、ビール以外の酒ないのかな。ないの。あ、ちょっと Do you corona beer? Sorry? Do you have alcohol? Do you have alcohol? Another drink alcohol menu Beer, Pepsi, water, soda. Like that, you can see. Alcohol is only? You can see that. 見れますよ。めんどくさい。Only? Beer only? Alcohol? ハイネケンとかもあります。OK. Two Heineken. Yes. なんか英語あんま通じないっすね。英語ができない。まあ、まずできないと。太るじゃん、こんなことやったら。本当10月までにマジ痩せないといけないんだけど。豚だから今。気合入れてこ。気合入れていきましょう、それはもう。実はだからホテルで、はい、あの後ジム行って。え、マジですか。ああ。This one? いいでしょう。まあこっちですよね。Yes, that's two. 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 Okay.やべえな、また太るわ。また太るわいや、あなたジム行ったんすか。うん、努力してるんだよ、こうやって。ストイックっすね、うん、で、英語の勉強してるってことです。めちゃくちゃストイックっすね。もう日本嫌になった、いじめられて嫌になったら海外行こう俺海外でも合ってると思うんだよね。どう、あ、でも、まあ、見ててどう。行動一人で勝手にできるじゃん。いや、確かにそれはなんかパッパッパッって、うん、みんな寂しいって言いますからね。何も寂しくない、一人でいるわ結構行動力あると思う、それだけは。海外においては、うん、勝手にだってスタッフに決めてもらってないからね。あ、これ視聴者の皆さん、あ、そうですね、ホテルとか旅行のプランとか全部僕が決めて、全部スケジュールを組んでやってるんですよ、自分で、はい、ありがとうございます。スタッフに任せてないんだから。本当に海外だけは任せてない、ね、あと日本の一人旅もそう、うん、まあ、一人で行くからだけど、ね、スタッフが手配してると思われてるかもしれないけど、全部やってくれてます。全部自分でやってるんですよ。逆にやってくれてますね。それしかやらないそれ以外のことはやらない。197カ国いけるかな。いや、これ なかなかっすよ。でも行ったら相当だよ、うん、行きたいね。行きたいっすね。行きたい。 YouTube 通じて届けたい。そうそうです、そうです。あ、いつできるんですかね。わかんない。 OK? No? 熱くない？ No? 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 Call? I think about 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. This week? Yes. Okay. Thank you. 笑ってます。笑われたね頑張ってこう感じだったけん。 TikTok も合うよ。やりましょう。いや、飲みすぎですって。飲みすぎなんすよ。うわこんだけ開けたから。え、よう行きますね、それ。イキャッパがやばいっす。はぁ、酔っ払った。これもまた旅行や。そうっすね。明日どうするっすか。明日は滝に行く。あ、いいっすね。いくらでした？27万5000。いくら？2500円です。2500円でした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。すいません。
Thank you. Thank you. 釣りはちゃんともらおう。本当はキープやチェンジつってチップをあげたらいいんだけど。まあそんな気分にはあれね。早く飲もう。帰ろう。はい。うん。だけ、はい、一気や。日本では一気するとアルハラになるけど、ラオスはならない。やばいね。すごいわ。いやこれ日本でやったらアウトなんで。そうですね。海外なんで大丈夫です、はい。日本ではやりません。はい。でまだ入ってます。バレてしまいました。行くか。ここ絶対ちゃんと使ってくださいよ、本当編集さん。マジで。これカットとかなしでお願いします。いやでも同じぐらい飲んだ。同じ量だからね。同じ量ですね。ちなみに。いやまあいい一日だったね今日は。うん、じゃあまた明日からよろしくお願いします。お願いします。バイバイ。How much? え？500。Go come back. 500. No, no. Come back. No, come back. Yes. Go come back. Yes. 500? Yes. 500. 500? 500? 15,000? 500. やってくれる。高くね。これやんで、どうかんべん。高くね。No. How much you pay? No. 高すぎる。ちょっと今タクシーでね、ちょっとぼったくられたんで。高かったんで、ちょっと違うタクシー探してます。Hello. I want go to Kumasi. Yeah. How much? People.200. A little bit more. 350. Because it's far. 1 hour go, 1 hour back. You are waiting? Yeah, I wait for you. You can pay me after. Okay. 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 Okay.あ、そうですね。今は滝に向かってるってことで。そう。1時間ぐらいですか。そうね、1時間ぐらいかかりまして。それで1時間ってすごいですね、この乗り物で。その滝って有名なんですか。有名。まあ、話しかけない。考えこと。あ、わかりました。すいません。着きましたね。着いた。やっと1時間ぐらいです。Oh!
ティエンさんが買ってますね。何だって。これ全部あげて追加したからですね。追加の量ちょっとえぐくないですか。取れすぎやろ。また 1.5 ぐらい追加されましたよ。これ飲んで帰るぞ。帰りますか。ほら置いて。よっしゃ、あざっす、あざっす。Cross, okay. Yes, yes, yes. Tomorrow come back, okay? Yes, yes. Thank you. Yes. 明日の朝って。あ、not the bar? One more. One more time. Okay, I got the bar. Okay. めちゃくちゃ話せるようになってるじゃないですか。話せる？全然、僕全然聞き取れないですもん。あ？どっか、いやちょっと爆太りました、さっきまで。ビールは太りますよ絶対。まあね、これもジントニックしかない。ジントニック飲んで寝たい。ジントニック飲みたいっすね。開けてもらうしかないっす。リチップチップあげるからって。あ、でもいけんじゃないですか、この調子で。ハローハロハロ。おほんとどこ。Thank you. ホテルのバーでジントニックおかわりしてます。寝酒ですね。帰る感じしてる。もう寝よう。じゃあね、お疲れです。じゃあ明日5時起きなんでお願いします。バイ。おはようございます。5時起きです。うん、エレファンツアーって何すかそれ。ドーンブルか。あー、何、あ、ここで何、え、何これすげえ。これか。え、どういうこと。え、これなんすか。わかんない。あー、でもなんかお祈りみたいな。カメラのバッテリーな。
げるものがないよ。あげるものがないですね。チップ、はい、ありがとうございます。チップあげるしかない。あ、チップ、あの人に。よし、なんかいい気がするわ。え、これ何なんだろう。これは何なんですか。恵んであげてるんですユータ、あ、ケン。You don't look like Japanese. 日本人っぽくない。ああ、オッケー、Thank you. Is your first time to see elephant? Yeah. First time. No elephant in Japan? No. Yeah. Please, any question, I'm here for your answer. Okay.すごい。Yes, sir. すごい。Take coffee? No. Water? Water, water. Water, yeah. Okay. Please. Okay. Talking about elephant. So, again, arigato. Thank you for coming to Mandala today.ゾウ乗れなかったっぽいよ。マジっすか。なんでや。まあでもとりあえずなんかゾウとウォーキングするらしくて、はい、この団体はゾウを大事にしてるから乗ったりできないんだって。あ、そういうことなんですね。あ、今これゾウのとこ向かってるってことなんですかね。ね、多分そうだね。ゾウ来ましたね。ゾウ来た。でけえ。Wait. Take a whole bunch. Huh? And you can break it out, you know, like that, like that. Huh? Huh? Look. Whoa. Whoa. 食べない。今なんか食べてる感じ。すげえ。うお、すげえ。おお。うわぁ、すげえ。賢いっすね。おぉ、すごっ。すげえ、すげえ、近っ。We are four sizing.Thank you. Thank you. Bye.
好きです。はい、トリコでラオスの旅終わりました。はい、ラオスはね、まあいいとこだったけど何もなかったですね。もう一泊でよかったかなって感じだけど、久しぶりにゆっくりできたからよかったなと思うし。そうですね。ね、とりあえず屋台が美味しかったね。間違いないです。まあ多分、まあ、普通に東京にいたらあんなとこ絶対行かないし。うん、でも結構いいね。ちゃんと世界には知らないところがたくさんあるんで。世界の旅いいなと思いましたね。久しぶりにアジア来たけど、うん、まあ、でもペルーに行きたいんだけど、それは美味しいので、これからバンコクに行きます。はい、まあ、メインは今回バンコクなんで、バンコク行ってきます。はい、じゃあバンコク行きのろ、グッバイ。